やく串本が近くなってきたんですけれども、これものすごい雲ですね。もう今にも降り出しそうな、空になってしまいました。雨男だな。まあ、ちょうど、海が荒れている時の、トルコの、軍艦のお話を、させていただきましたけれども、まあね、あまり、難しい話とかこう、まあ、国家間の話みたいなのっていうのは僕の動画には似合わないんですけれども、まあこう最近思うんですけど、こう日本人って、さっきもお話ししましたけど、まあ、結構こう、一つの宗教にとらわれないというところがあって、世界のこう何ですかね、橋渡しみたいなのができるんじゃないかみたいなことを言ったんですけど、結構思うにこう日本人って、なかなか怒らないと思うんですよ。で、丸々国とか、近所の丸々国さん、がですね、ずっとこう、日本のこう首相とか、偉いさんたちがこう今までこう、謝罪とか談話とかこうしてきた中でですね、やっぱりこうなんていうんですかね、もう日本人ってこう謝っても、もう謝っても謝ってもね、悪かったって言ったら、それをこうきっかけにですね、じゃあ保証しろみたいなこう話を出してくるわけですね。前にも一回その、じゃあこれっきりにするんでっていう条件で、その事実を認めたらですね、ほら認めたじゃないか、保証しろというような、騙し討ちであったりとか、こういうことを繰り返されてるとですね、もうこうどうでも良くなっちゃうんですよね。なっちゃうのかよ。で、一度ですね、逆に今度なかなか日本人って怒らない人種だと思うんですけど、一度ですね、もうどうでもいいやこいつって思っちゃうと、もうね、なかなか今度はですね、仲良くするの難しい国民だと思うんですよね。でね、今やっぱり結構その先ほどのあのお国の方々にはですね、僕も日本人なんですけども、もうはっきり言ってですね、どうでもいいなと思うようになってきちゃってましたね。なかなか怒らせると厄介な、民族だと思いますよ日本人って、なかなか怒らせるの難しいですけどね。厄介なのはお前で、やっぱり僕も日本人として、僕が起こした戦争じゃないですし、僕が戦った戦争でもないし、全くその、じいちゃんたちの世代の、話に対してですね、僕が詫びても何の、詫びになるのっていうふうには思うんですけど、やっぱりその子孫としてですね、過去に日本が、そういう、戦争を行ってですね、それによって、犠牲となった他国の方が、いるのであればですね、これはやっぱり素直に申し訳なかったと、僕の口から言って何になるんだっていうのもあるんですけど、僕は言いたいと思うんですよね。そしてまたそのいろんな考え方はあると思うんですけども、外国の方、もしくは日本の国内の方にでもですね、日本の、日の丸とか、君が代とかに対してですね、不快感を持ってる方いらっしゃるようなんですけれども、それはね、ぶっちゃけ困りますね、私日本人と、いたしましては。だって、サッカーの、三浦選手が、言ってた言葉ですけど、自国の旗、国旗とか国家に敬意を表せない人が他国に敬意を表せるはずがないですよね。
数は神だな。それその通りだと思いますよ。ちょっと難しい話を、そうこうしている間に、端っこ岩に、ついてしまいましたので、ここで、一お休みにしたいと思います。はい、端っこ岩でですね、美味しいソフトクリームを、食べました。めちゃめちゃうまかったですね。まあ、久しぶりに、美味しいソフトに出会いました。まあ、量もすごく大きくてですね、食べ応えありました。まあ、ただあまりにも風が強いもんで、かなり、ソフトクリームがですね溶けて、そのままこうしぼきとなって、私にかなりかかりましたけども、まあでもすごく美味しかったな。で、海もね、やっぱりこの端っこ岩の海ってすごくこう、何でいつ来ても荒々しくて、こう、まあ、それでいて美しくて、すごくいいとこですね、ここ。まあ、ここもですね、まあ、ちょっと前に行った、ママコ投げと同様にですね、まあ、名所、旧石シリーズの方でですね、また別途、ご紹介の方を、したいと思います。まあ、そのためにね、動画も撮ってきましたので、まあ、また、アップしていきたいと思います。まあ、どっちが先になりますかね。こっちのツーリング動画が先になるのか、名所旧石シリーズとして出てくるのが先になるのかはちょっとぶっちゃけ、まあ、わかりません。はい。すいません。私の編集の都合によるかと思います。はい。これ、潮の岬がもう見えてきましたね。まあ、あの島がですね、本州、最南端というような形になるかと思いますね。まあ、あと、大島、っていうのはすぐ隣にありますね。まあ、今そこに向かって、走ってます。まあ、さっきは、まあ、前回の後半からかな、それとさっきはちょっとこう、まあ、私の動画らしからぬ話をしてしまいましてですね、まあ、ちょっと、後悔を、しております。本当にお耳障りだった方はですね、本当お詫び申し上げますので、本当にすいませんでした。もっとバカな話をすればよかったなというふうに、思ってます。十分バカな内容だったぞ。この串本っていうところは、まあ、一番突端のところなんですけど、まあ、うちの、まあ、会社のですね、まあ、なんて言うんでしょう、支社があるんですけども、まあ、私独身だったらね、ここで働きたいですね。本当に、こういう田舎で働いてみたいですね。まあ、松坂も田舎なんですけど、まあ、ちょっとまたそれとはね、こうちょっとレベルが違う、レベルが違うってちょっとおかしいか、レベルが違う田舎っていうか、まあ、ちょっとすごいところですよね。何が？潮の岬自体はですね、もう10、やっぱり10年くらい来てない、10年以上ですね、来てないですね。10何年だろう。まあ、確かですね、うちの奥さんと一緒になって本当に間もない頃にですね、まだね、長男も次男も、生まれてない時ですから、うちの嫁さんと2人で、来た記憶があります。もうあれ、そうですね、ほんと12年13年、そんな前じゃないですかね。いやー、よく考えてみると、この前はね、この国道自体は、通るんですけど、ここを曲がると潮の岬なんですけど、こっちはね、なかなか曲がらないんですよね。なんで本当にあれ以来っていうことにありますね。はい、カメラをですね、SP360 の、画像の方に、で、まあ、マジックフラットモードで、切り替えました。まあ、ちょっとね、画質は、落ちてしまうかもしれないんですけど、まあ、360度、回転できるようになりますので、まあ、ちょっとここから潮の岬まではそのモードで映していきたいなと思います。
ちょっとね、先ほど来ですね、ものすごい天気悪かったんですけど、まあ、あの奇跡的にというか、ちょっとびっくりするぐらい、空が、晴れてきました、まあ、普段の行いがいいからですかね、そんなことはありえないですね。ないな。はい、大島もすごく綺麗に見えますね。あー綺麗。こういう景色をですね、皆さんに見てもらいたかったですよね。本当はね、もっと晴れてると本当もっと綺麗なんですけどね。串本ってなんですかね、こうサンゴがそもそも、なんていうんですかね、生息する地域ではないみたいなんですけど、サンゴ礁があるんですよね、結構ね。なんで海の色がですね、ちょっとこうなんていうんですか、南の島チックというか、南の島的な色ですよね。こっち今、前の車が、左折しますけど、こっち行くと大島の方に、行く橋がかかってます。私は潮岬に向かうんで直進します。これ今見えてるのが大島ですね。大島ってその何でしたっけ、その前ちょっと前に話したそのトルコの、記念館みたいなのとか、あとは自衛隊の基地とか、なんかそんなのしかなかったような気がするんですけどね。あとなんか大学のなんか施設とか、その程度だったと思うんですけど、まあ、もしかしたら今ですね、もっと面白い何か、場所があるのかもしれないです。すいません、ちょっと勉強不足で調べもせずに、勝手に話してます。いやでもこの道も気持ちいいですね。もう最高ですね。ツーリングにはもうぴったりじゃないですかね、この道は。あー気持ちいい、最高ですね。どうですかね、もうかれこれ家を出てから、まあ、ちょうど150キロを超えたあたりですかね。160キロぐらいでしょうか。まあね、ちょっとあちこち、寄り道をしてきちゃいましたんでね、もう随分、時間が、過ぎてしまいまして、お昼も回っちゃいましたですね。もう本来はここで昼飯を食うつもりで来たんですよ。まあさっきの橋食い岩のところでもう食べようかなと思ったんですけども、さらに時間遅くなっちゃうんで、もう何も、食わずにここまで、来てしまいましたが、まあ、ちょっと今時間を見るとですね、ここで、まあ、潮の岬の、付近の公園を歩いたりしてると、またここでも飯食う時間ねえんじゃねえかなっていうふうに思いますね。そろそろ帰路につかないと、まあ子供をね、どうしても夕方に、学童に迎えに行かないといけないもんで、その時間までには何としてでも帰らないといけませんからね。ちょっとギリギリですね。まあ、ちょっとね、何話目かでも言ったんですけど、今日帰り時間があったら、勝浦の那智山ですね、那智の滝とか那智山か、まあ、もしくはもっと時間があったらですね、熊野本宮まで、足を伸ばしてから帰りたいなーなんていう風に甘い考えを、してましたけれども、やっぱり無理ですね、ここに来るまでにも、8、9、10、11、12、もう5時間ぐらいかかっちゃってますね、これ。あー綺麗ですね。まあでもね、本来の一番最初の当初の目的自体が、潮岬だったんで、まあよしとします。